11月6日ラピオ3階の小牧子ども未来館でコマキッズフェスタ2021が行われました。このイベントは子どもたちが触れ合いや遊びを通して社会で必要なことを学び健やかに育つことを目的にしています。市内の児童館と企業らが設置したブースで遊びや工作などさまざまな体験ができるこのコマキッズフェスタ、2006年から始まり例年小牧勤労センターで行われていましたが、昨年は新型コロナの影響で中止となりました。2年ぶりの開催となった今年は3月にオープンした小牧子ども未来館を知ってもらいたいという思いからこの場所で開かれました。イベントは完全予約の2部入れ替え制です。1日を通して市内の未就学児から小学6年生までとその保護者300組が参加しました。毎回テーマを決めて開催しているコマキッズフェスタ、今回のテーマはつながるです。コロナ禍で人と人とのつながりが希薄になりつつある中で、つながることの大切さを今一度感じてもらいたいという思いでつけられました。それぞれの児童館や企業はつながるに合わせた体験を用意し子どもたちを迎えます。会場には泥団子作りやケーキ作りのほか、大型カルタで遊べるブースなどがありました。レンレン楽しいルーレット、はちみつ運ぶ働き者、おはよう、サイコバラ、タン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 、また市内に7カ所ある児童館の魅力を知ってもらうこともこのイベントの目的の一つです。そのため様々なブースに立ち寄ってもらえればとスタンプラリーの企画が用意されていました。子どもたちは台紙をスタンプで埋めようと多くのブースに足を運んでいました。多くの人が参加し、にぎわいを見せたコマキッズフェスタ。これを機会に、お好きな児童館へ遊びに行ってみてはいかがでしょうか。豆を作ったりしました。とても楽しかったです。ケーキ作ったりしました。何が楽しかったですか。飾りをケーキにつける。小牧市には7つの児童館と小牧子ども未来館があります。どこもとても素敵な施設で、それぞれ特徴が違っていますので、よかったらいろんなところ体験してもらって、自分に合った児童館を見つけて楽しい遊びをして心を潤していただければと思います。